皆さんこんにちは。兵庫県立芸術文化センター芸術監督の佐渡豊です。この春からのコロナ禍の状況の中で、僕自身がすごく心を痛めてたのは、なかなか音楽っていうものが学校で、例えば学校の授業でできにくくなった、歌を歌うことが難しかったり、みんなで縦笛を吹くことすらちょっとできない頃がありました。というか学校にそもそも行けない日々もありました。これからもどうなっていくか分かりません。学校の先生も大変だなと思いました。あるいは、家で自宅待機をなるべくしようとしていらっしゃる、ご家庭にも音楽の、授業というか、演奏会に行くとか、そういうことがなかなか、難しくなったことにもなりました。それで、僕はこの兵庫芸術文化センター管弦楽団を使って、まずは学校の先生あるいは音楽大好きな、特に子どもたちにね、何か特別な音楽の授業をこの YouTube を使って届けれないかなと考えました。この映像は、数年前にこの芸術文化センターで、行った定期演奏会の、本番の映像をもとに、そこに、さまざまな解説それからオーケストラを分解して、曲のもっと詳しい意味であるとかあるいは楽器紹介なども中に盛り込んでですね、なるべく皆さんにオーケストラの醍醐味を、感じてもらおうと思って、芸文センターのみんなと力を合わせて作りました。スタッフの協力もですね、普段、うちのこの劇場には照明を扱っている人だとか音響を扱っている人だとかそういうスタッフがいるんですが、みんなそれぞれのジャンルも超えて、この動画を作成しました。1部2部3部と3回に分かれて、授業で使ってもらってもいいし、ご家庭で親子で見ていただくのもいいし、あるいは、もう音楽大好きな人が、この YouTube チャンネルをご覧になって、また演奏会に行きたいなと思ってもらえるようなものになったら、とっても幸せです。ということで、ゲームセンターどんな時もこのゲームセンターから皆さんに音楽の喜びを届けていきたいと思います。どうぞ、ご覧になってください。